that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion.はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、横浜はみなとみらいの方にやってきておりまして、本日はね、こちら三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアムさんの方にですね、本日開業日ということもありますんで、お邪魔させていただきたいなというふうに思います。もうね、まもなく15時もありますんで、チェックイン手続きに、ね、行っていきたいなというふうに思います。じゃあね、張り切って向かっていきます。行ってまいります。はい、今ね、正面の方に来ましたけれども、こちらがね、ウェスティン横浜さんなんですが、ホテルの入り口は裏側になるみたいですね。はい、ということでね、裏の方に回り込みたいと思います。裏手側の方には、ね、駐車場がありまして、まあ、駐車料金なんかね、こんな感じみたいですね。平日1200円、土日祝日2000円という感じですかね。はい、こちらがね、メインのエントランスとなってるみたいですね。なんかマンションの入り口みたいな感じですね。はい、じゃあね、入っていきたいと思います。はい、本当にね、マンション感がありますね。これは入れるんでしょうか。はい、エレベーターホールです。ちょっとね、早いということもありますけど、人誰もいないですね。上にいらっしゃるんでしょうかね。はい、レセプションは20階みたいですね。はい、めちゃめちゃね、いっぱい花が飾ってありますね。はい、こちらがレセプションみたいですね。これはレストランでしょうかね。めちゃめちゃお花がいっぱいあります。そしてビューとかね、ピアノ、いい感じじゃないですか。チェックインの方はね、こういう機械を利用してチェックインするような感じみたいですね。どうしたらいいんでしょうね。ここに名前を打つ感じでしょうか。左下のキーボード入力、転記入力のボタンで入力方法を変更ができます。はい、こんな感じで出てきますね。もうチェックインの段階でね、決済をするような感じみたいですね。必要なね、アメニティとかはここからね、持ってくるような感じですね。チェックインカウンターの脇ぐらいにね、こういったアイテムが置いてありますので、必要なものをね、持ってっていただくという感じです。はい、ではね、早速お部屋の方に向かっていきたいんですけど、こっちはね、プールとかジムみたいですね。でお部屋の方はこちらでルームキーをね、かざして入っていただく形になります。本日はね、最上階のお部屋でね、予約を取らせていただいております。はい、では行きましょう。最上階でございますね。はい、まあ、エレベーターモニターとかもね、ついてますし、非常にやっぱり新しくて綺麗な感じですね。はい、これがエレベーターホールですね。なんかウッドの感じでいいですね。本日は2703号室です。また独特な雰囲気で、いい雰囲気ですね。はい、本日はね、こちらの2703号室となります。いやー、楽しみですね。おお、広い、綺麗。いやー、めちゃめちゃいい感じじゃないですかね。ウッド調も全部ね、揃えてる感じですね。いやー、面白い。めちゃめちゃいい感じです。そして最上階の眺望、こちら側は
あ、ベイビューですね。横浜グランドさん側をね、向いてる感じですね。観覧車とかはね、見えなそうですね。いや、いいビューですね。はい、こんな感じのお部屋となってます。じゃあね、早速詳細を見ていきたいと思います。楽しみです。はい、それではね、玄関でございます。本日はですね、エレベーターホール出て、まあ、左といっても両方、両サイドにある感じですかね。向こう側は何ビューになるんでしょうかね。本日は2703ゴーストになってます。コーナーがね、若干広いという感じでしょうかね。はい。で、こちらの方にですね、大地震発生時のですね、無事な場合はドアの外側に貼ってくださいとか、まあちょっと今風ですね。起こさないでください。部屋を清掃してくださいのマグネットがね、置いてございます。で、入っていただいて右手にですね、姿見のね、鏡がこのように、ドーンと貼って、左手側に、お手洗いがあるんですけど、お、人感センサーでしたね。お手洗いは人感センサー。まあ、こんな感じのね、ウォシュレット、トイレとなっております。まあ、自動でね、開くタイプではございません。非常にね、シンプルかなと思います。で、こちらですね、玄関入って左手の方には一応ジャケットをね、かけていただくような、コート、ハンガーみたいなのがございますね。こっちにも同じようにあるのかな。これタオルだったりバスタオルとかいける感じなんでしょうかね。はい。で、もう今ね、もう主流になりましたね。はい、クローゼット。特にね、ドアがないクローゼットという感じですね。消臭剤があって、ハンガーがね、こういう感じでございます。そして、足元の方にはですね、はい、このように、荷物を置いていただくね、台がございまして、シューブラシだったりとか、靴べらがね、ございます。はい。ここら辺のね、ウッドなんかも、廊下のね、扉、玄関の扉と同じような感じで、統一性があっていい感じじゃないですか。ね。で、ここ、電気つけていただいて、非常にね、明るい感じですね。なんか、楽屋についてる感じのね、照明な感じしますね。はい。で、はい。こちらの方には、なんかね、スペースがあって、こういった感じでスリッパがね、ございます。で、いいじゃないですか、これ。なんだこれは。ランタン風間接照明。お、めっちゃ明るかった。普通に懐中電灯ですね。はい。あ、一応ね、2段階に変えていただくことができる。まあ、災害時にも使えるということで、こういったものをね、置かれてるのかなと思います。これはいいですね。はい。で、こちら収納スペースですが、三井ガーデンホテルのロゴがね、入った、ルームウェアとなってまして、これはセパレートタイプですね。はい。いいんじゃないですか。多分セパレートと思います。はい。いい感じだと思います。はい。そして、こちらにバスタオルがございまして、こちらにはランドリーバッグなどがね、ございます。まあ、各階ではないか。階によってはですね、ランドリーがね、備え付けあったりしますね。アイス、氷、製氷機なんかでもね、階によって置いてあったりという感じです。ここはね、開かないんですね。はい。で、こちらですね、ドライヤーがリファ製となってまして、めちゃめちゃ、ね、おしゃれな感じになってますね。この台座がまたおしゃれですね。はい、リファです。そして、こちらにですね、コンセントが1箇所と、こちらが、フェイス&ホームということですけど、何製かはちょっとわかんないですね。はい。まあ、こんな感じの洗面台となってます。で、コップとかですね。で、アメニティ類はね、先ほどご案内させていただいた通り、基本的にはお部屋にはなくて、必要なものをね、レセプションの方から取ってくるというタイプとなってます。で、ゴミ箱がね、このようにございます。はい。で、浴室ですね。まあ、特にね、着替えができる脱衣所みたいなのはないんですけど、こちらですね。はい。バスルームとなってます。ミキモトコスメティック製のね、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープという感じになってまして、上の方にはね、はい、レインシャワーもついてございます。シャワーとかね。はい。で、物干しロープなどもございます。まあ、プールがあるからなんでしょうかね。はい。バスタブはこんな感じ。適正水位はここですよっていう目印もね、ついてますね。結構ね、溢れちゃうんでしょうかね。はい。では、シャワーの方です。上がですね、レインシャワー。下がハンドシャワーとなっております。まあ、水圧はね、全然問題なし。最上階27階ですけど、全く問題ございません。はい。では、主寝室の方ですが、このね、ベッドパネルなんかもね、非常におしゃれでいい感じ。そしてね、今気づきました。
こうやって間仕切っていただくこともね、できるんですね。はい、ここまで。はい、ゴミ箱に当たりますけどね。はい、こんな感じで間仕切っていただくこともね、できるというふうになってます。まあ、作り的には非常におしゃれでいい感じじゃないでしょうか。はい。で、間接照明があって、まあ、ここら辺でね、こうやって調光をね、調節していただくことができて、フットライトだったりとか、USB-A が1箇所と、コンセントが1箇所。そしてね、ここにパネルでね、操作ができるものがね、ございますね。エアコン照明。はい、いい感じです。で、こちらにもエアコンのね、パネルがございます。はい。いや、非常になんかね、高級感はある感じします。まあ、新しいからっていうのはあるかもしれないですね。で、テレビパナソニック製の、どうでしょう ?60 インチぐらいありそうな感じですね。角度も、ちゃんとね、変えていただくことができるので、どこにいてもね、テレビは見やすいんじゃないかなと思います。はい。非常にいい感じじゃないでしょうか。はい。で、こちらがね、ミニバーのコーナーとなってますけど、先ほどね、申し上げた通り、こちらに HDMI と、コンセントが2箇所あるんで、まあ、Amazon Fire Stick とかここに挿せばね、多分見ていただくことができるようになるんじゃないでしょうか。はい。で、ティッシュだったりとかメモ関係ですね。で、こちらにはアクセサリー等をね、置いていただくところですね。で、お水。缶なんですね。で、ここにもね、これは、あれですかね、ワイヤレススピーカー兼ランタンみたいな感じでしょうか。どうやってつけるんだろう。電源はね、ついてるんですけど、ちょっとわかりません。はい。どうやってつけるんだろう、ライト。あ、これか。あ、触ったらついた。はい。おしゃれ。こんな感じです。はい。で、電話機がね、このようにあります。そして、足元の方には、はい。こちらね。電気ケトルと、ワインオープナー。そして、ワイングラスがございます。そして、こちらの方には、マグカップとグラス類。で、紅茶とかですね、UCC のドリップコーヒーなどが、ございます。まあ、こんな感じのセットになってますね。で、茶殻入れとか。はい、こんな感じでございます。で、一番上の方には、充電のケーブルとか、ある感じでしょうかね。で、ここら辺には、はい、三井ガーデンホテルということで、結構しっかり、これ鏡かなんかかな。はい、やっぱりそんな感じでしたね。はい、こういう感じの鏡となってます。で、ここら辺はきっとね、メモとか封筒とか、まあ、そんなものが置いてございます。ルームタイプのね、ご案内などもね、ここにあるんですね。料金表までありますね。はい。まあ、ちょっとね、端っこの、やっぱり、広いお部屋。あ、エグゼキティブコーナーキングとかね、多分こういう感じのね、お部屋が角っこなんでしょうね。はい。価格表もございますね。広さと。これなんかわかりやすくていいですね。時期問わずなんですかね、三井ガーデンホテルさんは。そこら辺がね、ちょっとわからないんですけど、どういうことになるんでしょうかね。で、常備灯などがございます。まあ、鏡なども戻しておきます。結構ね、ずっしりしてますね。はい。で、こちらの方に、セキュリティボックス、セーフティボックスがね、このようにございます。そして冷蔵庫ですけど、中はね、特に入ってなくて、まあ、奥行きもね、まあまあある感じですかね。はい。こんな感じです。そして、空気清浄機もね、このようにございますという感じです。そして、まあ、ちょっとしたね、ソファーだったりとかもあるんで、結構ここで団らんというかね、ゆっくり過ごせそうな感じになってるんじゃないでしょうか。はい。で、こちらにも、間接照明があって、フットライトと USB-A とコンセントがね、ございます。はい。まあ、ベッドなんかも結構固めな感じ、しっかりとした感じしますね。はい。で、ビューはね、先ほど見ていただいた通り、こんな感じのね、ビューとなってます。今日はね、本当にいい天気でですね、まあ、開業日日和というかですね、非常に心地のいいね、暖かい、いい日和でございます。こんな感じでね、本日開業日ですけども、キングデラックスルームの方にね、お邪魔させていただきたいと思います。いかがでしょうか。はい。そしてね、テレビをつけますと、まあ、このようにですね、三井ガーデンホテルのプロモーションが流れまして、結構ね、テレビに詳細がね、書いてあるということだったので、ちょっとね、つけてみました。スキップボタンを押して、このように、まあ、左下の方にですね、まあ、ちょっと映さないでおきますけども、Wi-Fi のパスワードがあったりとか、まあ、ルームナンバーが記載があったりとか、キャスティング、インフォメーションメニューということで、インフォメーションメニューね、見ていきたいなというふうに思います。まあ、基本情報ということですね、まあ、このように、
27階、21階がランドリー、自動販売機、製氷機、喫煙所、そして客室となってまして、20階がフロントサロン、レストラン、ミーティングルーム、プール、喫煙所、フィットネス。で、2階にエントランスホール、1階エントランスホールという感じでございます。2階にもエントランスホールあるんですね。はい。で、基本のチェックインは15時で、チェックアウトは11時というふうになっております。はい。で、レストランですね。まあ、こんな感じでですね、リストランテーボルタ、ウニコポールという形で、朝食が7時から10時半、ランチが12時から15時、カフェが14時から16時半、ディナーが17時半から22時という形になっています。これもね、結構いい感じなんですよね。で、楽しみになる朝食ということで、はい。これはビュッフェなのかな？はい。どういう感じなんでしょうかね。明日はね、ちょっとね、時間が微妙な感じなんです。行きたいんですけどね。で、宿泊者はね、2970円で朝食ね、いただいていただくことができます。一般の方、宿泊しなくても朝食はね、食べれるみたいで、3190円となっております。そしてね、バー、ベロガッティでございますが、17時から23時までという形になってますね。で、スカイプールが、はい、まあ、このようにね、ジャグジーなどがあるみたいですね。後ほどね、行ってみたいなというふうに思います。で、お子様はですね、140センチ以上のお客様と利用させていただきますということで、合わせて16歳未満の方は保護者同伴という形になってますんで、まあ、レイ君とかはですね、残念ながら身長で入れないという感じです。年齢制限じゃなくて身長でダメなんですね。はい。で、フィットネスルームがこのようにあったりとかですね。まあ、見取り図なんかもね、あって非常に親切ですね。で、サロンがこのようにあったり。なんか演奏とかも今後やっていく感じでしょうかね。その他、ミーティングルームがあったり、コインランドリー。ここでね、使用中かどうかっていうのを見ていただくことができます。で、自動販売機、製氷機ですね。アルコール飲料の取り扱いはありませんということで、ホテル近隣店舗をね、ご利用くださいということです。そして、ね、リラクゼーションということで、マッサージ、アロママッサージ等が、さらにね、ございますという感じです。で、貸し出し備品ですね。ワインオープナー、ワインクーラー、シャンパングラス、皿、カトラリー類。アイスの毛布、枕、傘、爪切り、体温計ということでございます。はい。その他なんか、近隣紹介などもありますけど、どんなのがあるんだろう。ホテルスタッフおすすめのグルメ療法ってね、QR コードあるんで見てくださいっていう感じですね。で、使い方説明とか、はい。ホテルからの、お知らせとか、はい。こんな感じでございます。全364室でございます。はい。それではね、プールから戻ってきまして、Wi-Fi 速度ね、測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度の方が出ました。ダウンロード。下りが 75Mbps。アップロード、上りが 97Mbps で、Wi-Fi の速度としましては 107Mbps となってますので、そこそこね、速度出てるんじゃないかなと思います。これだったら、ライブもね、比較的安定してるんじゃないかなというふうに思います。コーヒーもね、入れてみました。ああ、バタバタしました。ようやく一段落といったところです。うまい。はい。ということでね、本日はこちら、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアさんの方にですね、開業日ということでお邪魔させていただいております。開業おめでとうございます。まあ、開業日ということでですね、ウェルカムアメニティでですね、アメちゃんいただいてます。そして、こちらのですね、はい。ウェルカムメッセージもいただいておりまして、この度は三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアにご宿泊いただきまして、誠にありがとうございます。本日、当ホテルは多くの皆様にお力添えいただき、開業を迎えることができました。お客様から愛されるホテルに成長できるよう、スタッフ一同努力を継続してまいります。今後とも末永いご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。本日はどうぞごゆっくりお過ごしください。ということで、ありがとうございます。本当にね。まずは開業おめでとうございます。まあ今日ね、平日ということもありまして、まあ比較的ね、落ち着いているという感じです。まあ混雑しているということは特にはございません。で、私がね、今回予約を取らせていただいたレートも比較的ね、落ち着いているレートでございます。まあちょっとね、朝食、明日本当はね、食べたい、それもね、レビューしたいんですけど、悩んでます。多分ね、食べる時間5分ぐらいしかないけど、見るべきか悩んでるとこなんですよね。はい。なんですけど、明日のね、7時からということで、6時半からとかだったらね、まあ、食べて7時過ぎぐらいに出たいなと思ってたんですけど、まあ、確認したところ、
朝食は7時からということでございましたので、まあ、ちょっとね、厳しいかなっていうところですね。本当にそこは、皆様ね、楽しみにしてたところだと思いますけども、ひょっとすると、ほぼほぼ、ちょっとね、デビューできなそうだなっていうところで、そこはね、大変申し訳ございません。まあ、冒頭テロップにもね、入れさせていただきたいというふうに思います。で、まあ、レートとしましてはですね、まあ、大体ね、朝食抜きの素泊まりで1万、6000円ぐらい、1万6000円ちょっとぐらいかな、で取らせていただいてます。まあ、ただね、先ほど料金表ありましたけど、かなりね、設定はどんどん上振れしているような状況でございますので、まあ、正直なところね、今のところ非常にいいんですけど、料金表に書いてある料金表ぐらいだったら、まあ、ひょっとすると、他のホテルの方が、私としては優先順位は高いかなっていうところがもう本当にね、率直なところでございます。まあ、ただね、とりあえず開業日ということもありますし、まあ、建物新しいですし、まあ、プールも非常にいい感じ。まあ、ただ外のね、プールにつきましては、ジャグジーとかの右側行くともうそのままね、レセプション側のテラスの方に行けてしまう。まあ、逆を言えばテラス側からプールの方に来れてしまうっていうこともあるので、まあ、今後そこはね、まあ、私は気になりませんけど、お客様によっては気になる方いらっしゃるんじゃないかななんていうふうには思いましたね。で、お酒がね、館内の方には基本的には売ってなくてですね、自販機とかも売ってなくて、まあ、外でね、買ってきていただくか、バーでね、ご利用いただくという感じでございます。はい。まあ、とりあえずちょっとこの後ですね、館内散策などをさせていただいて、まあ、いろいろちょっとね、ライブに向けて、買い込みなどをして、まあ、ちょっとね、ゆっくり過ごしていきたいなというふうに思います。まあ、今ね、外は明るいんで、カーテン閉めましたけど、夜になってもね、これ、非常にお部屋はね、比較的明るい感じします。暗いなっていう印象はありませんので、非常にね、使いやすいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、皆様も早い段階でですね、試していただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでね、このまま、張り切って楽しんでいきたいなというふうに思います。あとは、チェックインの時ね、やっぱり今風ですよね。もう機械でチェックインとかする感じでしたので、まあ、ウェイトも特になく、スムーズにね、チェックインできましたね。まあ、ちょっとああいう機械の操作が慣れてない方は、ちょっと戸惑ったりする方はいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、カウンターでもね、空いてれば、受付はできますので、そういったのをフルに利用していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。では、楽しんでいきたいと思います。ルームとかで、ね、ございまして、こちらから水着エリアという感じですね。はい、ここか。はい、こんな感じですね。人がいなくていい感じですね。はい、あ、こっちはね、外なんですね。半分外みたいな、プール、めちゃめちゃ、雰囲気いいですね。ジャグジーなんかもね、このようにあって非常に、いい感じでございます。はい、そしてこちらのワーミングルームっていうのがあって、体がね、冷えた時に、まあ、ご利用していただくお部屋みたいですね。結構ご協力をいただいているところです。はい、そして、ね、こちらがフィットネスルームとなっております。プールの、ね、隣ですね、更衣室の奥に行ったところでございます。ここもね、ルームキーが必要となってます。はい、まあ、こんな感じの、フィットネスジムとなってまして、まあ結構ね、やっぱり20階ということもありますから開放的ですね。お水はウォーターサーバーとなっております。はい、今ね、こちらテラスの方にね、出てきまして、奥はね、レセプション、レセプションから、出たテラスという感じになってますね。まあ、ビューはね、今回宿泊させていただいている、お部屋側とね、同じビューとなってますね。
はい。まあ、こんな感じの、テラスもあるので、まあ、非常にね、こういった今日みたいに暖かくて天気がいい日とかはいいんじゃないでしょうかね。はい。で、あちらのね、奥に向かっていただくと、プールの方にね、ジャグジーがある方に行けてしまうので、そこをね、どう考えるかというところは、個人差あるんじゃないかなというふうに思います。はい、今ね、外の方やってまいりまして、2階のところなんですけど、駅の方からですね、多分ピアアリーナ MM の方ね、つながってますので、そのままね、来てですね、そのままチェックインができるという感じですね。はい、オフィスビルのところは、まだね、内装をこれからやっているというところもね、結構あったりするので、まだね、オフィス棟だったりとか、商店はこれからかなという感じですね。はい、日がね暮れて今テラスの方に戻ってきましたけど、クイーンズタワー A 棟 B 棟の間ぐらいにね、港未来が見えるという感じですね。まあ、ここもねものすごくライトアップされるわけではなく、ほんのりね、ライトアップされるといった具合でございます。はい、それじゃあね、氷をもらいがてらランドリーの方もね見ていこうと思います。はい、ということですね。27階最上階だと26階にランドリーで、25階に製氷機とランドリーがあるという感じですね。はい、こちらですね、製氷機の方にやってまいりました。あ、なるほど、カップがあるんですね。アイスペールがねないなと思ってたんですけど、こちらを抜いて入れるタイプ。なるほど、氷ねゲットしました。自販機はねこういう感じになってまして、スイカとかもね、利用していただくことができるようになってます。はい、それではね、一つ階を上がってランドリーですね。これは自販機のマークだったんですね。はい、こちらねランドリーの方にやってまいりました。はい、ランドリーこんな感じですね。あ、ここでもねスイカとかを利用していただくことが、できるみたいですね。3キロ120分600円、30分が100円という感じですね。意外となんか良心的な感じじゃないでしょうか。追加乾燥が30分100円ですね。はい、ということでね、いろいろ散策して戻ってまいりました。もう氷のねやつをそのままもうコップ代わりにしちゃおうかなと思います。最高。はい、まあね、今日はあの開業日平日ということもありますけど、非常に落ち着いてます。まあ、ただね、レストランは、まあ、ちょっとね、舐めてましたけれども、もう、満員という感じですね。で、明日の朝食もね、まあ、ちょっと厳しそうな感じなので、ちょっとね、本当にそこら辺はデビューできなくて申し訳ないですけど、はい。まあ、ちょっとね、これから動画の編集させていただいて、ライブをお届けしていきたいなというふうに思います。まあ、総括につきましてはね、ライブ後、まあ、もしくは、明日の朝、撮っていこうかなというふうに思いますので、まあおおむねね、あ、こんな感じかなっていうのはまあ整理はついたんですけど、もうちょっとね、堪能してから、実際こうでしたという、まあ、感想をね述べていきたいなというふうに思いますので、また引き続きよろしくお願いします。ライブのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらもねご参照いただけると嬉しいです。ということで今日はねまたゆっくりさせていただきたいと思います。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。まあ、一日ね、経ちまして過ごしてきましたけれども、まあ、やっぱりね、新しいホテルっていうのは本当に気持ちよくてですね、プールなんかも、すごいね、天気も良かったので、さらによくね、感じましたね。で、まあ、初めてね、三井ガーデンホテルさん宿泊させていただきましたけれども、やっぱりね、多分、他は泊まったことないですけど、大浴場があったりとか、まあ、そういったところはね、違いっていうのはあるのかなっていうふうに思いながらも、なんかねサービス的にはきっとね三井さんがやってるサービスなので平均化されてるんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあ、ただね個人的にはゆっくりするにあたってはなんかねもう一つなんかが物足りないな、昨日のライブの時にもねお話ししたんですけど、そんな感じなので、ここを利用するんであれば私個人的にはですね、ホテルでずっとね、ゆっくり過ごすと、まあ、そういうタイプもね、多分できると思いますけど、旅行の拠点
観光拠点とか、まあ、そういう感じになりそうだなっていう感じはしてます。みなとみらい周辺を観光して、夕方ぐらい戻ってきて、まあ、大浴場があったりするとね、またちょっと違うのかもしれないですね。家族で大浴場行ってご飯食べてワイワイという感じなのか、まあ、ここら辺だと、まあ、プールっていうのは当然ありますけど、まあ、プール入って、あとは混雑状況ですね。開業日にもかかわらず、まあ、平日っていうこともありますけど、まあ、空いていたというところもあって、まあ、プールもね、まあ、今回はですね、一部屋、基本的にはね、もう90分という時間制限が設けられてましたので、私はね、撮影のためにですね、もう15時スタートの時にね、入らせていただいて、人がいないとこだったら撮影 OK だよということでいただいたので、いないとこバッと撮って、人が増えるタイミングで、結局プール入らずにね、出てしまったというところですので、まあ、ちょっとね、もったいなかったかなというところはありますけど、まあ、もうちょっとね、レイ君とか連れて楽しんだら、また印象もね、ちょっと違うのかなというところもありました。まあ、一人だと、まあ、持て余す感は正直あったのかもしれないですね。はい。ただ、本当にね、スタッフの、クオリティとか、チェックインとか、滞ることも全くなくですね、心地いい滞在になったかなというふうに思います。まあ、ぜひね、みなとみらい、いろんなね、ホテル周辺にもありますし、まあ、また今後ね、出てくる、ホテルもありまして、まあ、非常にね、競合がね、多いエリアだなというふうに思いますけれども、またね、ちょっと違った特色じゃないかなというふうに個人的には思いました。ぜひね、皆さんもお試しいただければと思います。動画中でもお話しさせていただきましたけど、今回はね、今、5時40分なんですけど、朝の5時40分。支度をして寝るも6時過ぎぐらいには出ようかなと思います。まあ、朝食がね、6時半とかからやってたら、6時半ぐらいに食べて7時ぐらいに出てっていうこともできたかなと思うんですけど、まあ、今日はね、残念ながら、予約の段階でそれは分からずにね、まあ、きっと6時とか6時半ぐらいにはやってるかなと思ったんですけど、7時からというところでございましたんで、まあ、ちょっとね、心残りのところありますけど、またね、ぜひ、朝食は宿泊しなくてもなんか食べれるみたいなので、まあそういったところで、まあ最悪リベンジできればなというふうに思います。まあちょっとね、レビューできなかったのが心残りだったなというふうに思っております。はい。いかがでしたでしょうか。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残していていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォロー、チェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、こちらのチャンネル登録とメールマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。